雨の森文也は日本の合唱指揮者。岐阜県出身。日本合唱指揮者協会会員。現在11団体の常任指揮者、音楽監督を務め、国内外のコンクール等で高い評価を受けているほか、コンクールの審査員や各種講習会の講師なども積極的に務める。岐阜県立大垣東高等学校を経て、名古屋大学経済学部卒業。 卒業論文は、ウラディミール・ホロビッツのピアノ演奏について、銀行へ12年間勤務の後、1997年より合唱指揮者として独立する。指揮法を黒岩秀臣、ピアノを立川の文に指示。独立後も拠点は岐阜県に置いている。1982年、大垣東高合唱部の卒業生を中心に、合唱団みを結成。 同団を指揮して1992年の第45回全日本合唱コンクール全国大会一般部門で金賞及びコンクール大賞を受賞。以後5年連続金賞を受賞し、うち最高賞である文部大臣奨励賞3回受賞。また、95年には河合奨励賞を受賞。ミオ退団後の1998年、東京で カントゥスアニマへの結成に参画、同段を指揮して九百九十九年の第五十二回全日本合唱コンクール全国、大会一般部門で金賞受賞、以後二千十八年までに金賞十四回、内文部科学大臣奨励賞五回受賞、二千二年には世界合唱オリンピックに出場し、宗教音楽部門で金賞受賞、混声室内合唱部門で金賞、 オリンピックチャンピオンを受賞した。この間、他の合唱団でも全日本合唱コンクール等で数多くの入賞に導く。ミオの結成後はピアノ伴奏付き法人局を取り上げていたが、音楽学者の皆川達夫が、ポリフォニーはお習字で言えば会所です。まず合唱団は会所を勉強してください。と語った言葉に深く共鳴した雨の森は、 モンテベルディなどルネサンス期の作品を多く取り上げ、アメノモリが合唱会で頭角を表すきっかけとなった。アニマエでも団員からの好きなことをやっていいとの提案に対し、結成者年度の演奏会ではプログラムをすべてルネサンスポリフォニーとした。選曲については自分が心底惚れた曲だけを演奏する姿勢を徹底する。 なんとかこの曲の素晴らしさを伝えたいという思いを持って演奏すればきっと何かが伝わると思うのです。それは合唱団員に対しても同様です。指揮者が心からその曲に惚れていればその思いは歌い手にも多いのある共感となって伝わり、弾いては感動的な演奏として聴き手に伝わるのではないでしょうか、と雨の森は説く。百九十八年の第十一回。 全日本合唱コンクール全国大会で合唱団マリモアを指揮し一般部門 B グループで金賞を受賞。全日本合唱連盟にお母さんで登録している合唱団が全国大会で金賞を受賞したのは史上初のことであり2018年終了時点でも唯一の事例である。もっとも雨の森自身は三好明が唱えたお母さんコーラスという言葉に 音楽的な意味はありませんという言葉に共鳴していて、私はそもそもお母さんコーラスという言葉自体があまり好きではありません。どうしても一段高いところから見下ろしているような響きを感じてしまうからです。すべての女性が分け隔てなく女性合唱という音楽に集ってこそ音楽的に意味ある営みがなされるというスタンスで女性合唱に向き合っている。ありがとうございます。